パッ。それがいい。そうです。For you? できない。え、何ですか ？For you? I will follow you。それそれそれ。え、そうやって歌うの？松田聖子さんで。そう。I will follow you。そう。ちょっと余裕があったらやってみます。歌いながら1000回ぐらい瞬きする。え？瞬き多めで？来るとこだけもう一回やります。お願いします。すいません。さあ、はい。線の向きのつぼみは声の限り悲しみより
ここにいてとそうすれを
感謝の気持ちがなんか初心に戻るじゃないですけど、その離れて住んでるからこそ、はい、感じた曲です。あ、緊張する。それでは聴いてください。手紙、愛するあなたへ。お父さん、お母さん、今日まで私を大切に育ててくれてありがとう。お父さん、アルバムをめくるとまだ小さな私、あなたが抱いていて、今では白い髪とシワが少し増えたあなた、なんだか切なくて心配かけたり叱られたり、いろんなことがあったね。大変な思いばかりさせてごめんね。いつまでも元気でいてね。お父さん、お母さん、今日まで私を大切に育ててくれてありがとう。お父さん、お母さん、愛するあなたへこの花束を贈ります。大好きくれただろう。あなたが温かいその手で作るご飯なんを一緒に食べただろう。私が生まれた日の日記にはあなたの優しい文字で私に今慣れています。お父さん、お母さん、愛されたことはいつも後から気づきます。ありがとう。お父さん、お母さん、愛するあなた、私は何ができるの。大好きだよ。Thank you.
とうございます。ありがとうございます。なんかすごいまさかのすごい感動的フィナーレになってしまいましたね。ねえ、やっぱこの曲は本当に無感情で歌わないと泣いてしまうんですよね。いや、いい歌ですね。感情変えるともうなんかあれですね、結婚式ですかっていうコメントないですか。いや、本当にそうなんですよ。